大学院の合格のために大学生、まだ大学院生ができることって実はたくさんあるんですよ。この動画で実際知っておいて得する、合格するためにやっておけばよかったこと、合格するためにやって得したこと、振り返って思う合格のためにやっておけばよかったなって思うこと、ギュッとまとめて戦略をお伝えします。カメナよつきです。アメリカ留学など英語で挑戦したい、また英語を使ってね、一人でも多くの方へメッセージを届けたいっていう方のチャンネルなので、ね、よかったらまあチャンネル登録されていってください。じゃあ早速大学院に合格するためのまあステップというか、もう戦略ですよね。どんなことができるのか、もう書類関係なしです。これはどんなことができるのかっていうのをここではしっかり深掘りしていきます。日本で合格率を上げるためにできたことだっていうことで、キャンパスとか指導教官に直接連絡した人っていうのは誰がいる？ここで5人だ。で、もう連絡しなかった人、全く3人ね。アピールとしてできる。だから質問として受けてるのは、大学院に合格するためにやっておけばよかったなとか、まあ、やっておけばっていうか、まあ、やってよかったなって思うことでもいいんだけど、まあ、アメリカにそもそも留学しようと思ったきっかけが、そのアメリカの大学の先生と、まあ、話す機会があったのがきっかけで、アメリカの大学行ってみようって思ったんですけど、まあ、それで一回実際アメリカのその先生のところを訪ねて、まあ、自分の当時関心を持ってた話とかをして、で、まあ、その、まあ、ディスカッションがきっかけで、まあ、その先生から推薦書をいただけることになったので、それはすごくやっぱり良かったなっていうふうに思います。であともう一つは、まあ、僕は名古屋っていう、まあ、地方都市出身だったのでっていうのもあるんですけど、まあ、学会、自分が当時所属していた学会の地方部会とかで、なんかインフォーマル、まあ、フォーマル、半分フォーマル半分インフォーマルに、そのどんな研究計画を、まあ、出願の時に書く予定かっていうのをちょっと発表させてもらって、で、いろんな先生からコメントもらったりっていうのが、結構それは自分の頭の中を整理する時にはすごく良かったなというふうに思います。それはすごく小さな地方部会だったのでできたことだったのかなと思います。もし自分が興味がある大学がある程度決まってきたら、そこの大学の学生にはバンバン連絡を取ってもいいかなと思っていて、その自分の大学、まあ、例えば自分が今大学にいる身として、僕の大学にすごい興味があっていろいろ話を聞きたいですって言われたら、まあ、普通に嬉しいし丁寧に返そうかなと思うし、あと日本の大学と違ってアメリカの大学の場合は、その PhD の学生のリストとかを、大体のプログラムはそのプログラムのウェブサイトで公開をしているはずで、でそこに連絡先も書いてあるんで、そこでコンタクトも取れるので、連絡をしてみてプログラムの様子を聞いたり、あと、まあ、どういうふうな準備をすればいいのかを聞いてみたり、自分のプログラムで言うと、そのアーリーアドミッションで普通の期限よりも早いタイミングで出して早く結果が分かるのとかもあったりして、そういうのも多分紹介してもらえると思うので、なんで連絡を取った方がいいかな。留学してる先輩とか、留学したことがある先生に、まあ、留学がどんなものか、あとは、まあ、どういった書類が必要かとか、どんなことを準備すべきかを、まあ、詳しく聞いてから始めたのは良かったかなと思います。他はどうあれば、まあ、そういう感じで情報を集めた結果、自分の場合はなんか工学系だと研究経験と推薦状がすごい大切だっていう話を聞いたので、ただ日本にいるとそれを得ることができないっていうことが分かっていたので、まあ、交換留学っていう制度を使って、まあ、留年をしないで1年間違う国に行って、まあ研究とかをしたりして、まあ、研究の実績とあとは推薦状をその指導教官からいただいたりして、まあ、出願をできたっていうのはすごく自分の中では良かったと。経済学だとコースワークって言って、1年目に取る授業が3つ、ミクロ、マクロ、軽量って決まっていて、日本でもちょっと似たような授業を取ることができるので、そこでとにかくいい成績を取ることで、できればそこで1番とかになって、で推薦状を書いてもらうときにそれをアピールできるようにしておくこと。 あともう1個だけ、あ、いいよいいよ。推薦状を誰に書いてもらうかにも関わるんですけど、自分の大学だけじゃなくって他の大学の授業とかにもちょっと聴講させてもらったりとかして、いろいろとネットワークを広げておくこと、そうすると情報も入ってくるし推薦状を頼める人も増えたりするので、それが良かったなと。こちらの動画から合格率を上げるためのエッセイの書き方ですね。どんなことを書くべきなのか、どんなことを書いたらまずいのか、合格を上げるための、ね、戦略っていうのをここでお伝えしていきます。そちらでお会いしましょう。 Peace。